MRT ニュースネクストは宮崎放送で平日夕方に放送されていたローカルワイドニュース番組である TBS の N スタと共に2010年3月29日放送開始 MRT のローカルワイドニュース番組としては4代目に当たる MRT ニュースワイド時代から行われていた 動画配信も続けられているが、ファイルフォーマットは、フラッシュビデオに変更され、過去5日分を視聴できるようになった。天気予報は、基本的に外部からの中継となった。2012年4月7日からは、本番組の土曜版として、それまで18時50分から放送していた、MRT ニュースをリニューアルした、MRT ニュースサタデーネクストも開始した。なお、 報道特集内の首都圏ローカルニュースパートは差し替えなしにそのまま放送していた。2016年9月25日をもって土曜版の MRT ニュースサトデーネクストは放送終了。次番組は報道ライブとことん。2021年3月27日をもって平日版も終了し、11年の歴史に幕を下ろした。次番組は放送枠を拡大したチェック。 いずれも JST。突起のない人物は MRT アナウンサー。メインキャスター、サブキャスター、スポーツキャスター、お天気キャスター。ありがとうございます。